元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回は合気道においての合わせ、この意味についてですね、話してみたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。今回のテーマは合わせでございます。合わせ角度半身の合わせ、合気道の極意です。今まで私は斉藤先生にいつも言われました。合わせだとね、合わせ角度半身を取るんだといつも言われてました。もう頭の中に入っちゃってんですね。では合わせとは一体どういうことなんだろうと、明確に答えよと言われても私は明確には答えられません。さまざまなですね、諸先輩そして大先生のご意見がございます。例えば吉祥丸先生は相手の気に合わせるとおっしゃった。東平光一先生は天地の気に合わせるとおっしゃった。東平光一先生は心身の統一、心が体を動かすんだ、まず心身の統一を図れってことなんですよ。この両者におきましてもこれだけ解釈が違ってくるんです。斉藤先生は線の線でもなく語の線でもない、合わせだといつもおっしゃっておられました。どういうことなんだろうなって当時ちょっと思ったこともございます。でも師範には質問ができませんし、どういうことなのかなって自分なりにない頭で考えるわけですよ。まあそのうち、まあ、それがすんなりと頭に入ったのか、いつの間にか疑問が消えたのか分かりませんけれども、今に至ってるわけでございます。そして20年の時を経まして、いろんな角度から研究するようになって、再びこの合わせとは一体何だろうというふうに思ったわけですね。合気道の技は線の線だという先生もおられる、いやいや語の線だという先生もおられる、斉藤先生は合わせだとおっしゃったわけですよ。なんでこんなに解釈が違うんだろうと思いました。いろんなことを突き詰めていく中で、合気道には表技裏技があるというところに行き着いたんですよ。ある方にこんなことを言われた。表技裏技の定義は何ですかって言われたんですよ。私答えられないんで明確に答えられませんって言いました。で、こんなことをその定義づけている方がいらっしゃいました。こう定義づけている方ね、線先を取るのが表技、要は線を取るのがね、線の線を取るのが表技、そして語の線を取るのが裏技ですと定義づけている方もいらっしゃったわけですね。これはね、一理は私あると思うんですよ。合ってるかどうか分かりませんが、一理あるなと思いました。線に線を取る、先を取るわけですよ。先を取る、表技というのは相手の前に入っていくんですね。ですから我より攻撃すなんですよ。我より攻撃す、斉藤先生は言っておられた。合気道は攻撃なんだと。ですから我より攻撃すで相手の気を導いて、そして腕を取って押さえていく、投げ技に入っていくってことなんですよ。なるほどと。じゃあ語の線はどうか、裏技はどうなのかってことなんですね。ちょっと相手より一歩遅れてしまった、もしくは相手の圧が強すぎる、こういった場合はですね、対抗しなくてもいいわけですね。あえてかわしていけばいいんですよ。かわしちゃえば、かわせば相手はいつまでもどこまでも突っ込んでいってくれますから、自らバランスを崩してくれるわけですね。これが裏技、要するに表に入って前に入っていくのが表技であれば、裏技は相手の背中に回っていく技ですね。これが裏技なんですよ。これは語の線かもしれませんね。なるほどねとは思いました。さあどういうことなんだろう。でも斉藤先生は合わせとおっしゃった。その斉藤先生が我々攻撃すだから、要するにこれは線の線かもしれないなと思ったんですよ。どういうことなんだろうって分からなくなりました。で、今私が結論付けたことなんですけれども、もしかするとこれは状況に合わせろっていうことじゃないかなと思ったんですよ。相手はついてこないかもしれない、掴みに来ないかもしれない、攻撃をしてこないかもしれない、間の勝負ですよね。ならばこちらから相手の気を呼び込んで、呼び出して、そして制していく、これは表技かもしれない。我より攻撃すですよ。でもガーンときた、かわせばいいわけですね。裏に入っていけばいいわけですよ。これは語の線かもしれない。
ですから線の線も合ってるし語の線も合ってる、合わせとの関係性はどうなんだと、状況に合わせろってことじゃねえかと思ったんですよ。状況に合わせる、これが私が今導いた答えなんですよ。来なければ相手の気を誘い出す、来ればそれを交わす。例えばね、先日導くっていう動画を出した時にですね、アドバイスをいただいたんですね。柿野さん、こういった考えできますよっておっしゃるんですよ。その方はよくねご意見を、くれる方なんですね、いただける方なんです。本当にありがとうございます。構えにおいて隙を作れば相手は打ってきますよって言うんですよ。ほうと思いました。いろいろ詳しく聞いてみると、要するに相手の気を呼び出すんであればこちらは隙を作ってあげればいい、構えでって言うんですよ。構えで、合気道は無構えと称する方もいらっしゃる。斉藤先生は自然体で立てとおっしゃった。用心感はありますよね。構えが、こういった構えがありますよね。それぞれなんですよ。例えば構えた時にですよ、ね、中段に構えますよね。溝打ちを隠す、そうすると上段は空いてるわけですよ。相手にとって隙は上段かもしれないんですね。となるとこういった構え、中段の構えにおいては上段に隙を入れていく可能性がある。今度は上段をしっかりとガードした、ガードした、そうすると中段がちょっと空いているね、あえて脇をこう開けた、中段が空いてるぞと相手に思わせておいて相手に中段を攻めさせる、こういったやり方ありますよとおっしゃった。その方はなるほどと思ったんですよ。そうか、構えて相手の気を導くことができるんだと思ったんです。相手の気を呼び出して相手につかせるということであれば、これは語の線ですよね。ということはですよ、やはり状況に合わせて対応するっていうことなんじゃないかなと思ったんです。斉藤先生に聞きたいところではあります。でも天に召されてしまいました。師範には質問をするなと言われました。今ない頭でいろんなことを考えています。いろんな方がいろんなアドバイスをくださるようになりました。ありがとうございます。その中で今私の中の合わせというのは状況に合わせろということじゃないかなと思うんですよ。例えば中段で、ね、中段を開けた、でも中段についてきたら俺は絶対に勝てるぞというぐらいのやはりレベルアップというのは、綿の精度を上げていくっていうのはね必要なんじゃないかなと思うんです。そうすれば導くことはできますよね。上段に突きが来れば待ってましたと言わんばかりに攻め込むことができるぞというぐらい技の精度をアップさせるということが必要になってくるのかなというふうに思いました。ですから今ねこう思ってるんです。ただ単に稽古をするだけじゃなくて そこにねテーマを持たなきゃいけないと思うんですよ。こういう場合、例えば中段についてくれば俺は絶対に負けないんだと、上段についてくれば俺は絶対に勝てるんだ、そこまでやはり技の精度を上げていくことによりましてね、信憑性のある技になってくるんじゃないかなというふうに今感じております。ですから今私が皆さんにお伝えできることとすると、この合わせというのは状況に合わせてということじゃないかなというふうに思っております。また皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いでございます。今回は合気道の極意の一つ合わせ、これについてご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさん。